マッキントッシュクラシックは、アップルのパーソナルコンピュータの一機種。1990年10月14日に発表され、マッキントッシュとしては1000ドルを切る、初の製品だった。この形状のパソコンとしては、マッキントッシュプラス、マッキントッシュ SE の後継機に当たる。構成もよく似ており、9インチで、白黒の CRT-512-342。 ピクセルの解像度、最大搭載可能メモリは4メガバイトだった。新しい技術は極力盛り込まず、例えば CPU は新型の m c 6 8 1 0にせず、メモリ最大搭載量も増やさず、カラーディスプレイにもせず、低い低下とすることに重点を置いた。マッキントッシュプラスから改善された点もある。速度が25%向上し、 スーパードライブと呼ばれる3.5インチのフロッピーディスクが搭載された。これらの結果、アップルのローエンド機の座を取って変わることになった。マッキントッシュクラシックは1984年にジェリー・マノックとテリー・オ山ヤマが設計したマッキントッシュ 128K から始まり SE へと受け継がれてきたデザインを踏襲していた。 アップルは999ドルと1499ドルの2機種を用意した。当初の評論家の評価は様々だった。旧式のプロセッサーを使い、拡張スロットが少ないことには批判が多かった。批判的な人からは、マッキントッシュクラシックが役に立つのはせいぜい、ワープロ、表計算、データベースとしてぐらいだろうという意見が多かった。一方で、 低価格であったため、特に教育用パソコンとして人気があった。後継機種である、マッキントッシュクラシック2の発売後も、1992年に、生産中止になるまで売れ続けた。アップルの共同創設者の一人、スティーブ・ジョブズが1985年にアップルを去った。後、製品開発は、アップルフランスの前マネルイ画製に委ねられた。の方針は、 開放性すなわち拡張性であり、それはすなわち高価格路線だった。ガセイは、マッキントッシュは低価格路線を取るべきではないと主張し、販売台数が少なくても高い利益が得られる、高性の機種を投入することが結局は利益につながるのだということを、重役たちにグラフを持って示した。さらに、荒利益が55%を割っては意味がないとも主張した。 もともと初代マッキントッシュは1000ドル程度となるはずだったが、実際には2495ドルで販売された。その後も高価格路線は続いた。統計のマッキントッシュプラスこそわずかな値上がりの2599ドルだったが、マッキントッシュ SE は2900ドルと3900ドルの2機種、マッキントッシュ2はオプションなしでも5500ドルで販売された。 さらには、マッキントッシュフシ X が5369ドル、マッキントッシュワッサイが6269ドル、マッキントッシュフ FX フが9900ドルだった。なお、これは、本体価格であり、アップルデスクトップバスキーボードとマウスは別売りで、高価だった。マッキントッシュ2は、モニターも別売りで、アップルカラーハイレゾリューション RGB モニターが999ドルであった。 1980年代に売られていた唯一の低価格機種はマッキントッシュプラスであり実製価格は2000ドルほどだったところが高級志向は結果として時代に逆行していた1989年年末にはクリスマスシーズンであるにもかかわらず売り上げが減少に転じアップルの株価は四半期で20%も減少した1990年 ガセは辞職し、開発責任者の権限は数人に分けて継承された。もともとアップルには低価格機種を投入することで市場性に有率を向上させ、多様な価格帯の機種を用意して市場の需要に応えるべきだと考える技術者も多くいた。ガゼーの代謝により低価格機種の開発の動きが加速された。その結果、1000ドル程度の低価格パソコン、 比較的低価格のカラーパソコン、企業向けの高級カラーパソコンの3つのグレードを用意することが決められた。これは後に、マッキントッシュクラシック、マッキントッシュ LC、マッキントッシュ E 氏の3機種となった。マクイーク氏の販売直前の1990年7月10日の記事によると、アップルは新しいパソコンにクラシックの名を付けるため、 ライムラーベンツ社の子会社モジュラーコンピューターシステムズ、インク、25年間分の代償の一部として100万ドルを支払ったと報じている。ただしその後は契約更新を行っていない。マクイーク氏は、販売前のマッキントッシュクラシックのスペックについて、8MHz の MC68000 を搭載し、9インチのディスプレイで価格が1500から2150ドルになるだろうと。 報じた1990年10月15日、アップルの CEO、ジョン・スカリーは、記者会見で、マッキントッシュクラシックの販売を発表し、その価格は999ドルであると伝えた。それについて、新しい顧客を獲得するために既存機種の価格を下げるという手段は取らない。顧客が期待する最大の性能は価格であるということを踏まえ、 我々はこのコンピュータの装置設計を根本から見直していると説明している。投資家はこのアップルの新しい価格戦略で利益が減少するのではないかとの懸念を示した。アップル製品のマーケティング担当 VP、ブロディキーストア、我々はより多くの人がマッキントッシュを手にすることができる方法を考えた。このため、 製品の価格は可能な限り抑えたものにしていると語っている。販売路線変更の影響により、アップルの株価は1990年10月12日から下がり始め27.75ドルまで落ちた。これは過去12ヶ月の最高値50.37ドルから見ればほぼ半額であった。マッキントッシュクラシックはヨーロッパや日本でも同時に販売が開始された。 日本では、東芝のダイナブックと、ほぼ同額の19万8千円という、やや高めの価格となった。アップルは、クラシックの製造販売体制作りに4千万ドルを、投資したが、発売後は、市場の製品要求に応えるのに苦労した。アップルは1990年、シンガポールとアイルランドの航空に工場を作ることで、生産能力を2倍に引き上げ、そこで、 クラシックの製造をしていたため、製品の輸送に普通なら、船便を使うところ、納期を短縮するため、航空便を利用せざるを得なかった。それでも販売店の需要に応えることができず、販売店はアップルの計画のまずさに不満を述べている。アップルは、マッキントッシュクラシックと LC の販売開始の12ヶ月、前に、スコラスティックコーポレーションに、製品情報を伝え、 ソフトウェアの開発を行わせていた。スコラスティック社は1991年にこの新マッキントッシュのために16の新製品を販売している。スコラスティック社のピーター・ゲルマンはクラシックが90年代の学校用パソコンとして売り上げを伸ばすと予測し教育ソフトに力を入れた。クラシックは学校向けには800ドルで販売され、 教育ソフトが充実していることもあったので、売り上げを伸ばした。最低価格キッシュのスペックは、1イトのメモリ、ハードディスクなしで999ドルだった。1499ドルのモデルは1イトの拡張メモリボード、4 0イトのハードディスクが付いていた。クラシックになって、マッキントッシュプラスよりも性能が上がった点もある。 速度が25%向上し、Apple 標準の3.5インチフロッピーディスクである、スーパードライブも付いていた。スーパードライブは Apple 標準フォーマットだけではなく、MS DOS、OS に、プリドズといった他社フォーマットにも対応していた。CPU に、モトローラの MC68000 を使っている最後の、マッキントッシュとなった。対応 OS は、 付属するシステム6.07から7.55までであった。隠しロムがハイアラーキカルファイル、システムとして使用されており、システム6.03が搭載されていた。このシステム6.03は、コマンドキー、オプションキー、X、O の4つのキーを同時に押しながら、電源を入れると起動することができた。一部の販売店では、 スマートバンドルと呼ばれるソフトを合わせて販売していた。さらに、別売り349ドルで、T、メーカー社のワープローライテナウ、アシュトンテイト社の表計算ソフトフルインパクト、データベースソフトレコードホルダープレス、シリコンビーチソフトウェア社のグラフィックソフトスーパーペイント2.0のセットが売られていた。日本での OS は、マッキントッシュクラシックと同時に、 リリースされた漢字トーク6.07だが、ごく初期には、前のバージョンが付いていた。クラシック標準のキーボード、アップルキーボード、2マッキントッシュクラシックは、マッキントッシュ SE に採用されていた、スノーホワイトデザインランゲージではなく、ジェリー・マノックと、デリー・オヤマによる、旧式のマッキントッシュ 128K のデザインを取り入れている。SE から継承している。 外観上の唯一の特徴は、前面のフロッピードライブの穴に合わせて、水平のくぼみをつけていることだった。ただし、下部の通気口は、SE は、正面も含めて、延直方向の穴が並べられていたが、クラシックでは正面に通気口はなく、側面下部に、元の 128K を思わせる、水平方向の穴が開けられている。また、前面口につけられた曲率は、 マッキントッシュ LC やマッキントッシュ e 氏と同じ50インチとされた。画像軌道を調整するつまみはなくなり、ソフトウェアで調整するようになった。このデザインはその後の1990年代のアップル製品で踏襲された。ロジックボードはマッキントッシュ SE のデザインを踏襲した。表面実装が採用されたため、SE の半分である95インチに小型化した。 この小型化と拡張スロットの省略がコスト減につながった。当時のマッキントッシュはデスクトップパブリッシング用で人気があったが、クラシックは画面が小さく外部モニターをつなぐための正式なコネクタがなかったため、スカジーポートに大型モニターをつなぎ、さらにはそれをデュアルモニターとして使っていたユーザーもいた。クラシックの設計は、 後継機種のクラシック2でもほぼそのまま踏襲され、従来の SE-30 を置き換えた。一部の評論家は、マッキントッシュクラシックのプロセッサー性能と、拡張スロットがないことを批判した。ホームオフィスコンピューティング誌のリザ・シェーファーは、クラシックの使いやすさと低価格を評価したが、9インチモニターでは、US レターサイズの表示が収まらず、 高度な画像処理や DTP で使う人は買わない方が良いと述べている。シェーファーはさらに、クラシックは性能というよりもその印象に価値があるマシンであり、ワープロ、データベース、表計算用だろうと述べている。PCUEX は、クラシックの低性能により批判的であり、7.8MHz の速度は、テキストや小規模なグラフィック編集には使えるが、 パワーユーザーには向かないだろう。家庭用、または限られた用途向けであると述べている。PC ユーザー氏は、プロセッサーが遅く拡張スロットがないため、低価格も台無しだと評価した。マクイーク氏は、マッキントッシュ誕生から6年半にして登場した、マッキントッシュプラスを置き換える、独創的で安価なマシンであると評価した。ロバート・マッカーシーは、 エレクトロニックラーニングの1991年2月号で、この新しい低価格のマッキントッシュは、教師、教育管理職員、ソフトウェア開発者に人気がある、教育ソフトの開発販売会社メクの、教育分野担当部長、スティーブ・タッフェはクラシックを、素晴らしいマシンだ。マッキントッシュであり、安価でもあるのだから、もはや誰でもマッキントッシュを持てるようになったのだと、評価している。 教育ソフト開発会社のスコラスティックはこのマシンが MS ドスキより優れていることを確信しており価格や能力は MS ドスキと同程度である。しかしアップルのマシンは快適さではるかに優れていると評している。アップルの教育分野販売計画部長のスータリーはクラシックについて教育にはたくさんのソフトウェアが必要だ。しかしカラーであることは 重要じゃないと述べ、研究室での著述用など、基礎的な技術用に最適だと言っている。ただし、マッキントッシュ LC にはついていた、カラーモニタ接続用の端子がないという理由で、クラシックを買わない学校もあった。ありがとうございます。